はい、こんにちは。矢島のスピードチェック講座の民法の講義になります。今日もね、えー、頑張っていきましょう。で、あの、テキストね、あの、まあ、一冊で、あの、おく、お配りしてます。で、最初のね、1ページ目のところをちょっと開けていただきたいんですけれども、あの、こちらね、ま、憲法のところで詳しい話してるんで、もうちょっと詳細は、あの、省略しますけれども、1ページ目のね、あの、この、えっ、ー、と、二つ目のブロックね、あの、本講座の復習の仕方っていうところですけど、あの、これ、欲張ってね、全部、あの、こう、復習しようとすると、もう間に合わなくなってしまう人がいるはずなんですよ。要はのスタートライン はね、これあの全員同じではないんですよね。今日この講座を受講するに至るまでね、どういう勉強していたのかってことで人それぞれ違うので、このテキストをもうあの試験の日までにもう回せない人もいますから当然ね、えー。ですので、えー、でもそれでもね短い時間の中でやっぱ大事なところだけはあのしっかり押さえていってもらいたいとまあ、いうことで、それであのお話をねあの講義をあのやっていこうと思ってますね。だそういうことでこのテキストのうちですね、まああの全部喋ることはできません。あのスピードチェック講座ってのはちょっと時間が短いので全部喋、えー、ることは。 で,きないんですけどでも、その中でも、特にこうね、その各科目の体系を理解するには、こういうところを理解してないとしょうがないよっていうところをお話しますので、講義中言及したところだけはね、まず徹底的に復習してください。そして、今日の講義を受講するまでに、結構勉強、これまで頑張ってきた人は、結構余裕が、あの、あるはずなんですよ。私が要は、あの、授業中に喋ったこと以外にもね、結構吸収できるだけの余裕があると思いますので、したらね、あの、このテキストの、あの、私が喋ってないところも読んでもらえれば、それはあの、試験に役に立ちますから、それはそれでね。だけど、あの、余裕がない人は、 人はね、あの、まだ全体の、あの、各科目の本当に大事なところも抑える前からね、そんな私が喋ってないようなところまで抑えようとするとね、あの、まあ、結局試験までに間に合わなくなってしまうと。全科目的にね、合格に必要な能力を身に使えないまま、あの、試験に臨んでしまうということになるんだけど、それがあまりね、良くないと思うんですよね。だけど優先順位をよくつけて、 復習をしていただければと思いますね。あと理想を言えばなんですけど、私のテキストのあの後ろに目次ついてるんですけど、目次だけ見てね。で、例えばこう、まあ私のテキストって大事なものを丸印ついてますけど、その丸印をまあつけてあるような項目ね。まあ目次には丸印はついてないですけどね。テキストの本体の方に丸印ついてますけど、そのテキストの本体で丸印がついてるようなところで、で、目次見てね。で、そこでなんか要件とかこうとか、効果とかさ、そういうのを覚えておかなければいけないっていうものに関して、目次だけ見てパッとこうね、要件効果が出てきたら、それ大概受かりますから そういう人をね。できればそういうふうになってもらいたいなと。相当な努力がまあ必要ですね。授業は話聞くのは簡単なんですけど、この後のね、復習をこう、まあとにかく繰り返すっていうことが、まあすごく大事になってくると思います。試験の当日に、やっぱりこう、覚えていないとね、意味がないんですよね。趣味の勉強と違って受験勉強というのはね。なので、まあぜひね、復習を <laughs> あの頑張っていただければというふうに思いますね。あでね、あと、私のテキスト、これたまにね、あの、私の写真がこう映るときがありますけれども、この画面にね、あの、これ気にしないでください。これ私がね、あの、見つけやすいように、ある、あの、 あの、こう、大事な項目っていうか、その、まあ、な、ある章のと,ところにね、こうたまに写真ついてる時があるんですけど、私が見つけ、見落とさないようにするために、あの、私のためにつけてますんで、あまり気にしないでください。あとね、蛍光ペン、あの、画面見られてる方で、私こう、蛍光ペンで塗ってるところがあると思うんですけど、これも気にしないでください。これ私が、ここだけは喋るの忘れないようにしようってことで、ただつけてるだけで、で、これ皆さん真似して、皆さんのテキストの方に蛍光ペンなんかをつけてしまいますと、もしかしたら見づらくなってしまう可能性があると。もともと大事なところは、あの、私があの、線引いたり太字にしてます そういうい点でプラスするとです、ね、もしかししかたらら見えづらくなってしまう、まあ、もちろん、あの、いいんですよ。あの、いろんなところなんか自由だからね。真似してくれてもいいんだけど。もしかしたら見えづらくなってしまうので、必ずしも真似しなくていいですから。だから、まあ、基本的に画面は気にしないでください。で、なんか、プラスして繊維いてもらいたいところとか、あの、プラスしてちょっと太字にしてもらえてまあ、皆さん太字にすることできないから、まあ、蛍光ペンで塗るとかって形になると思うんですけど、そうしてもらいたいところは、あの、ちゃんと言いますから、その都度ね。まあ、そんな感じでよろしくお願いします。というわけで、画面には惑わされないで。 ください。そして、民法一応全部で9時間でやる予定なんですけど、まあもう、あの、延長はしようと思ってますね。テキストこれ全部で400ページ、まあ、6時入れてるんですけど、400ページぐらいあるんで、あの、ちょっとね、あの、9時間だと難しいと思うので、まあ、ちょっとね、延長をする予定ですので、まあ、よろしくお伝えください。まあ、雑談とかしまあ、無駄な時間は、あの、ありませんからね。あの、まあ、無駄なことは喋りませんので、まあ、どん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 ね、テキパキやっていくつもりです。<laughs> さて、じゃあそういう感じで、え中身入っていきましょう。えー、まずですね、ちょっと民法の改正のお知らせなんですけども、2ページ。 のところですね。2ページのところね。えー、で、まあ、関東付録ってことで、まあ、親族法のね、まあ、改正情報で、で、こちらね、ま、いろいろなんか国会で、なんかごたごたしてたから、もしかしたら成立遅れるんじゃないかなと思ったんだけど、2022年のあの、12月10日にね、ちょっと改正法を成立しましてね。えー、で、特に今度の皆さんがあの、受験する令和5年の試験との関係で大事なところはですね、これちょっと星印をあの、つけておきました。まあ、論文試験では出なさそうな感じなんですよね。担当試験で <laughs> 出るぐらいかなっていうところ なんで、すけどでそれが、えー、この2ページのですね、この3つ目のブロックぐらいですか、あの概要っていう,うにあに書いてあるところです、になります。で、このね、1000に至るところ、ただしの後ね、えー、懲戒権の規定の見直しに関する改正法ですね。これは、交付の日からもう施行されてるってことなんで、もう、あの、すでに施行されてるんですけど、ここは、 あの、試験範囲に入ってきますね。司法試験でも予備試験でも、試験の当日に施行されてる法令が試験範囲に入るんですよ。なので、これも、あの、皆さんが今度受ける試験の当日施行されてますのでね。で、そういうことで、この下のコメントっていうブロック見ていただあ、コメントの下でいいかな。えっ、ー、と、縦一の改正事項っていうところを見てください。えー、懲戒権の規定の見直しで概要ってところね。で、この中のとこですけども、えー、親権者の子に対する懲戒権を規定するね、822条はの削除。 しました。で、親権者は交換後び教育するにあたって、この人格を尊重、で、その年齢発達の程度に配慮しないといけませんと、かつね、体罰その他、まあ、この心身の健全な発達にね、有害な影響を及ぼすような言動しちゃいけませんってことで、まあ、そういうのは821条の方に新設したということですね。まあ、昨今、あの、近年ね、やっぱりこの児童の虐待っていうのがいろいろこう、社会問題化されてね、よくテレビのニュースと新聞等であの、見かけることが多いと思うんですけど、まあそういったことにこう、対処しようということで、今回急遽ね、こういう改正をして、で、即施こってことでね、それ ぐらいやっぱこう、社会にとっては大事な法改正だったということですね。まあ、試験対策上はね、まあ、担当にで担当試験で出るに留まるぐらいだと思うんですけど、一応知っといていただければと思います。したらね、あとは、あ全部パスします。もうこの改正法はね、令和5年の試験出ませんのでね、えー、これはまたおいおいそのうちね、あの、やりましょう。機会があったら。えー、で、そこでもう全部飛ばしちゃってね、えー、この後本体のところに入るんですけど、8ページのところになります。あ,あとね、ちょっと予告しておきます。私、ページ、何ページっていうときに、 私はね、この今、皆さんがご覧になっている画面しか見てないんですよ。なので、例えばこの8ページのね、第1編、相続第一書、人っていうところをあの言うときに、私ページ番号が目に入ってないんですよね。で、そういうときにその、手前のページの番号をちょっと頼りに 1, 1個足す、1個プラスしてあの言うんだけど、慌ててるときに言い間違っちゃうときがあるかもしれない。だから、8ページって言わなきゃいけないところを、この見た、見た通り7ページって言っちゃう可能性があるんですけど、そういうのあったらすいません。ちょっとあの、お許しください。いや特に慌ててるときに、ね、ついそうなる可能性があるんですよね。で、そこでね、今8ページのところなんですけど、 第第一編早速第一章人ってことででこの中でもちょっと大事なところだけチェックしておきましょう。縦一の権利能力のね。 カッコ1の矢印のところですけど、まあ、権利能力の定義ですね。要は、あの、司法上の権利義務の主体となる資格ってことで,で、具体的にはこの自然人と法人っていうところになりますね。でこれ意外と民事訴訟法とか、あの、他の科目の勉強するときにここすごい大事になってくるときがあるので、まあ民法でもあの、ちゃんと押さえていってほしいなと思いますね。えー、そしてカッコ2で自然人の権利能力の指揮っていう話なんですけど、カッコ2の矢印のところですね。まあ、試験の共有はね、まあ出生に始まると。で、自然人は原則、まあ出生時にまあ権利能力取得しますと。で、この例外もまあ、まあ ま大事なんですけど、あの出生前退治であってもですね、えー、まず丸一不法行為の損害賠償請求権、そして丸二、えー、その相続、そして丸三遺贈については、でその3つ共通してすでに生まれたものとみなされるというね条文上の扱いがされております。でここがちょっと論点になるんですけど、このね次の下のブロックでこのすでに生まれたものとみなすっていうのはどういうふうに考えると妥当なのかって話なんですよね。でこれは丸案きゃあの丸案きゃしないでほしいんですよね。法律でも憲法でも全てねあのやっぱりこう 事案、具体的な事案を想定して、妥当な結論というのはまずどうなんだろうってことを先考えるんですよね。で、それをこう理論構成したものが、それがあの法律論ですので、で、ここもやっぱその停止条件説とか解除条件説とかってことで一応理論があの出てくるんですけどね。あともちろん中間説とかあのその他ね、あの細かい話したらいろんな見解があるんですよ。で、それいずれもあの妥当な結論というのを先に考えて、で、それをこう法律家らしく法律構成したものだっていうところを押さえてほしいのね。で、そういう面でね、まず妥当な結論というのを先考えたときにですね、8ページの一番下のところなんですけど、この でも、二つ。 下にメモが二つありますよね。で、この時にまずね、あの、まあ、例えば、この法廷代理に、一個目のメモのとこですけど、法廷代理による不適当な処分行為の防止ってことで、ね、まあ、があの生まれる前にさ、えー、結局その、じゃあ、お母さんがね、えー、その、いろいろ胎児に変わって、今言った三つの事項に関して、相手と和解しちゃうみたいな感じで,で、お母さん自分有利になるためになんか変な和解しちゃうとかね、その他まあ、いろいろ、そのの、生まれてきた胎児のためになんないようなことをやっちゃう可能性が出てくるんですよね。で、そうなってくると、そういった不 適当な処分防止ってことになったら、退治の間にやっぱりちょっと、若いとか勝手にやらせちゃいけないっていうことになってくるじゃないですか。で、それが妥当な結論だとしたら、停止条件説っていう理論構成があるんですよ。で、そのちょっと上見ていただけますか。えー、ちょっと長いブロックですけど、一番下から二個目のブロックの一方っていうところですね。一方、すでに生まれたものとみなすとは、退治のままでは権利能力を取得しないってことで、これだから、あの、妥当な結論っていうのを先に考えて、 から、こう出てきた理論構成ですからね。スタートがこっちじゃダメなわけね。この一方っていう段落からよく覚え,覚えちゃう人いるでしょう。そうなっちゃうと応用が効かないわけなんですよね。法律の世界って常に妥当な結論っていうのを考えてますから、憲法でも何でもね。というわけで、まあその点、お母さんがなんか勝手なことをやっちゃったら、退治のためにならない。じゃあそこを防止したいなってなった時に、そこでこの一方っていう段落でね、既に生まれたものとみなすとは退治のままでは権利能力を取得しないが、生きと生まれればね、不法行為時や相続時に遡って権利労力を取得するんだということね。で、この後、 ちょっと線を足しといてほしいんですけど、この見解によるとの後のとこね、母は胎児が出生する前に胎児を代理して法律行為をすることができないってことで、まあ、ここがやっぱこう、あの、大きなところになりますね、帰結としてはね。そして、一番下のメモにまたあの、言ってもらって、えー、二個目のメモのところになります。出生前の不法行為の加害者が無視力になる恐れね、要は生まれてくるまで待ってたら、その加害者の方がその間無視力になっちゃって、後でお金取りっぱぐれたらまずいだろうってことで,で、そうなってくると胎児のうち にさ、やっぱその和解ができるとかね。お金取るもん取っちゃった方がいいって話になってくるじゃないですか。それが妥当だってことになると、その上のブロックで言いますと、二段落目のところです。解除条件説っていう考え、あの理論構成があのされるわけだよね。で読んでいきましょうか。二段落目ね。胎児は胎児のままで権利能力を取得するが、胎児が死体で生まれれば遡って権利能力を失うってことでね。まあ、こういうふうにあの妥当な結論を図ろうとするんですよね。で、これ解除条件説です。 で、えー、まあ、例えばところ、あのー、今の段落の3行目の終わりから4行目、例えばってところですけど、第三者の不法行為により胎児に健康被害が生じた場合、母は胎児の出生前でも胎児を代理して、胎児の画外、 胎児の加害者に対するね、保護に基づく損害賠償請求権につき和解ができるってことね。で、これでさっさと、あの、もう胎児が生まれる前でも和解してお金取っちゃえばいいの、先にもらっとけばいいわけですよね。で、そうすると、加害者の方が将来、あの、無視力になってもね、胎児が生まれた、生まれるまでにあの、無視力になったとしても、その取りっぱぐれる、まあ、心配がないんだって話になってくるわけね。というわけで、これ、まずは、 丸暗記ではなくてね。まず妥当な結論っていうのはどっちなんだろうって話ね。ちなみに判例はどっちかと停止条件説っぽいんですよね。だけど学説では結構解除条件説の方もまあ有力ってことでね。で、これ決して丸暗記ではありません。何が妥当な結論なのかっていうね、ところね。最近司法、特に司法試験深いですからね。民法もね。なんかある重要な論点に関して一個の結論だけ覚えてれば処理ができるような問題がね、ではないってことは、矢島の論文完成構造で皆さんもご存知だと思うんですけどね。最近深いですから。最近の試験に合わせるためにはですね、しっかりと考えなければいけない。 とというところになってきます、ね、さて、えて、ー、ではね、こんな感じで、このノリですか、こんな感じのノリですから、このね、矢島のスピードチェック講座ね。さて、えー、で、今度ね、次です。 えー、次ね、次のページで、9ページ、意思能力というところね、これはちょっと簡単に知識の確認しておきます。えー、縦にの矢印のところですけど、まあ、意思能力っていうのは、あの、有効に意思表示をする能力ですよと。で、2行目、まあ、事故の行為の結果をね、弁識できる能力ということで、まあ、一言で言えばね、時事弁識能力ってことになってきますね。で、意思能力ない人がなんか意思表示、法律行為しちゃったら、じゃどうなっちゃうのっていう話になると、4行目のところですけど、法律行為の当事者が意思表示をしたときに、意思能力を有しなかったときは、まあ、そういう、なんか意思表示とか法律行為 でさ、法的に保護与え、法的保護に値しないんじゃないかっていう感じがするんじゃないでしょうか。ってことで、まあ、それ条文上も、あの、無効にね、するってことで、明文化されてますね。まあ、再建法改正の時に、ついでに、あの、相続の規定のところも、これ、くっつけてね、あの、改正して、あの、できた規定なんですけどね。まあ、妥当な結論をこうね、あの、条文化しています。そして、今度、縦3で、行為能力の定義をちょっとね、イメージを持ってもらおきましょう。えー、縦3の矢印のところですが、 行為能力というのは単独で確定的に有効な一生児をね、することができる能力なんですよね。で、行為能力でよく問題となるのは、縦3の2段、2個目のブロックのところですけども、えー、行為能力を制限されているものね。まあ、簡単に言ったら制限行為能力者です。具体例としては、あの、2行目のところですけど、まあ、未成年者、成年非公権人、非補佐人、非助人ですね。で、こういったものの、こういった人たちがした行為については、3行目、えー、本人、その代理人に同意することができるもの等のね、え、120条一項所定の取り消し権者が取り消すことができるということ まあ、簡単に言うと、あの、行為能力がない人がした一生児法律行為は、まあ、取り消すことができるって話ね。まあ、取り消さなくてもいいんだけど、取り消すこともできます。取り消すことができるというね。まあ、そういった法的効果が与えられているということになりますね。医師無能力者のような人の行為ってさ、本人本当に全く何も分からずやってるから、それ完全にもう無効でいいんじゃないかと。その具体的な、あの、妥当性考えた時にね。だけど、まあ、一応、完全に医師無能力っていうわけではなくてね、まあ、単に行為能力が制限されてるように、のに過ぎないような人であればさ、まあ、一応その本人のためになるような行為をしてる可能性もありますので、まあ、そういう点でなんか一律に無効にするってう 妥当ではなくてね、まあ、取り消しすることができるって形でバランスを取るのがまあいいんじゃないかっていうね、まあ、そういうところが妥当なんだと思うんですよね。で、それがこう条文に学ってますというところになりますね。 さて、で、今度ね、えー、あ、あと一応この下から二つ目のブロックの中のところね、これちょっともう今更そんな最新の情報でもないけど、2022年の4月1日からね、あの、未、あの、青年の年齢がねあの、変わりましたんでね。えー、まあ今、満18歳で、えー、あの、こちらね、えー、青年。まあ、逆に言うと、あの、18歳未満のものが未成年ですからね。これはまあ最近変わったばっかなんで、ちょっと気をつけておいてください。さて、で、今度ね、次のページ行っちゃいます。10ページ、一生児。 えー、第2章、一章字、えー。で、縦一のとこですけど、まあ、心理留保のちょっとね、定義を押さえておきましょうか。えー、縦一括弧一の矢印のとこですが、まあ、表意者がね、内心の公開意志と異なることを知りながら、その公開意志と異なる一章字をすることね。そういうのを心理留保っていうふうに言いますね。で、この縦一のとこですけど、ま、あなんか時計売る意志もないのにね、時計を売るっていう公開意志もないのに、それがあるかのように一章字しちゃうみたいなね。 まあそういったものが、あの、心理留保ということになりますね。で、はい、皆さんに問題です。その気もないのにさ、そういった一生児した場合、その一生児って法的保護に値するでしょうかって話だよね。その時、時計売る気もないのに、まあ、売りますっていうのにまあ、言ったと。で、それって果たして、えー、その保護に値するのかって話なんだけど、で、それがね、この効果のところにそういうのが出てくるんですよね。えー、この効果で、心理留保による一生児は、 基本的に、あの、まず、表依者、一生児をした人は、これ、もう、自分でその気がないってことは、あの、分かって言ってますから、まずね、原則、法的保護に値しないんでね、あの、あ、こちらの方ね、その、表依者を、あの、保護する必要性がないので、原則、これ、有効にしていくっていうことになってきます。だから、相手方の保護の方が優先されるということになっちゃうんですよね。そういった、その気もないのに一生児、ま、死者とさ。でも、相手方あってのことじゃないですか。で、相手方がその一生児を、あの、信頼しますよね。まあ、そういうことで、まあ、表者保護の必要性。 がないので、まあ、原則有効ってことで、相手方が、こう、保護される方向で働くわけ、わけですよね。だけど、相手方がですね、このただしのところなんですけど、表依者の一生児が真意でないことを、ま、知っているとかね、こういうの悪意って言います。えー、あるいは、その知らなかったことになんか過失ね、まあ、いや、不注意な、まあ、点がある場合、その場合は、その本人の利益を犠牲にしてまで、相手方を保護する必要はないんじゃないかという、そういう利益考量的なあの発想が働くんですよね。で、そういうことで、ま、例外的にね、これ、一生児無効になりますってことになるんだよね。というわけで、これも全部、あの、 条文って全部利益考慮の結。 がですので、そこも意識しといてもらえるといいかなと思いますね。丸暗記じゃなくてね、すべて対立利益の、いつもずっとほら、あの、憲法からね、<laughs> まあの、ま、論文完成講座とかも含めてずっとこう、いろんな科目やってきましたけど、すでにね、対立利益の発見抽出と、その適切な調整っていう観点から法規案っていうのができてるんですよね。条文であれ、あの、いろいろ解釈論でありね、すべてあの、こう、利益調整の結果だというところを意識しといてください。そして今度ね、カッコ2のところですけども、まあ、心理予報による一生児の無効と、善意の第三者の保護と、 いうところで、まあ、これ93条2項の話なんですが、カッコに矢印のところです。えー、相手方が悪意または有価質であるため、えー、心理療法の一生児が93条1項正し書きの理由じゃ無効となる場合ね。でも、そういう時にさ、まあ、その、まあ、一生児無効になって、まあ、相手方は別に保護する必要がないからいいんだけどさ、その相手方がその第三者に対して、その当初の表依者の権利を譲渡してる可能性がありますよね。で、その第三者の保護っていうのはやっぱり利益考慮上考えてあげなければいけないんですけど、で、そういう時に、その第三者の保護要件が善意なんですよね。善意だだ 第三者が全員だったら保護する必要が出てくるだろうってことで、まあ、そこで全員の第三者の保護規定っていうのがあのありますね。再建法改正前はこれ解釈でやってたんですけど、再建法改正の時についでにあの民法総則の条文も一緒に改正して、これが明文化されてる感じになりますね。というわけで、全、ま、員、あの第三者。 にですね、その一生児の向こうが対抗できないってことで、カッコの矢印のところを押さえていてください。で、善意っていうのはね、まあ民法でも商法でも会社法でもよく善意とか悪意とか過失とか重過失とかって出てくるんですけど、特にその何、なん、なん、その善意の内容とかね、悪意の内容が分かってないとですね、論文で当てはめができないんですよね。なので、これ一個一個ちゃんと丁寧にね、理解しながら、あの、押さえていく必要があります。そして、理解をするっていう点では、なんか一個や二個見ただけでは分かんないんですよね。全体的にいろんなとこで、あの、例えば民法を勉強してるといろんなとこで善意だとか、 悪意だとかって出て出くるんですけどその全体を知ることによって、その理解ができます。1個のところね。これ今ち、今ちょっとこう結論だけ教えていきます。これ今日の授業でも、いろいろまた善意が出てきますので,で、その時こういう価値判断でこの善意の意味っていうのがこうやって考えられてるんだみたいな話は、あの、することになりますけどね。まあ、とりあえずで、ここで言う善意はですね、このカッコ2の2個目のブロックのところですけども、93条2項の善意とは、第三者が虚偽の一生児を前提に利害関係に入った時点で、まあ、表異者の一生児が心理療法によるものであることを知らなかったこと。 いうとこ、いうことね。というわけど、ここはあの知っておいてくださいね。一応、この善意は知らなかったっていうことね。でも、同じ善意でもまたね、違った意味のものもありますので、それはおいおい理解をしていきましょう。そこのところね。さて、で、今度、えー、10ページの一番下のブロックのとこですが、まあ、93条2項の第三者とはですね、えーまあ、一応、要件化すると、まず、丸一で、カ、え、ッ、ー、丸一で、心理予報の一生児がされた当事者及び包括証券人以外のものであって、まあ、これ単純に第三者だから、丸一っていうのが出てきます。第三者っていうのは、一般的に当事者及び よぴその放火証言にね、相続人とか、そういった。 えー、放火証券人以外のもののことを第三者って言うんですけど、ただね、実際民法でも会社法でも商法でも、いろいろ第三者の保護規定っていうのが条文であるんだけどね、実際、当事者及び放火証券人以外のものって形で簡単に済ませてるところはまず一つないですね。やっぱその保護に値するその第三者。やっぱその第三者が保護されるってことは反面不利益を受ける人もまあいますので、やっぱそこもここ利益考慮になってくるんですよねで。そういう点で保護に値する第三者って何なのかってことで必ず限定をしてきます。で、それがまるに、これが限定的な要件、限定をするための要件なんです。 ですけども新新入法法による一生時によよるり形成された法律関係を基礎として形で、ね、で結構、百な、あの、百七十七条の第三者もそうね。あの、後でまた物件のところでやりますけど、投資処分法化証券以外のもので、で、その後ほら、投機の存在を主張するについて、正当な利益を有するものとかさ、まあ、なんだかんだ言ってね、単純にその第三者っていう形で終わりになるってことはまずないんですよ。民法の世界でも、商法の世界でも、会社法の世界でもね。必ず、その保護、相手方との関係で、不利益を受ける人との関係で、保護に値する第三者っていうのはどういうふうに定義づけ 得るべきなのかということで必ず利益考慮の発想が入ってきますすののででね、まあ、そういうい感じです、まあ、この話はね、またあの繰り返されることになるでしょう。民法の話をあの続けていくとね、第三者がいろんなところで出てきますからね。さて、じゃあ、とりあえずここはね、これぐらいにしておきましょう。で、今度11ページで、通報競技表示のところに入ってきます。通報競技表示ね。で、 えまずね、えー、縦にカッコ1の矢印のとこなんですけども、相手方と通じて虚偽の一生児をすることをそういうのはあの虚偽表示ね、あるいは通報虚偽表示って言います。これは、ね、あのどっちも同じ意味です。まあ、丁寧に言うなら通報虚偽表示ね。でも虚偽表示って言ってもあの意味が通じます。えー、で、2行目になりますが、まあ、虚偽表示は表示に対応する内心的公開意思がなく、表依者がまあそのことをまあ認識してるという点で、先ほどの心理療法とあの同じなんですが、ただね、相手方と通じてるっていうところですね。えー、さっきの心理療法はね、相手方と通じて、 ているわけではないんですよね。時計売る気もないのにあれ降りますって意思表示した場合なんだけど、まあこれってあの表意者と相手方別に意思を通じているわけではないんですけど、通報虚偽表示の場合はその相手方とそれ通じているって話になってくるんですよ。はいでそうなると皆さんに問題です。 先ほどのね、心理予報、その気もないのにさ、なんか時計売る気もないのに言いますって一生児した場合さ、これ利益コール上、相手方保護の必要性があるからさ、基本原則有効ってしたじゃないですか。通行協議表示の場合ってまず原則どうなると思いますっていうと、これやっぱお互いもほら、あの、その気がないってこと分かってるわけだから、その一生児保護する必要性がないんですよね。だからそういう点では、えー、ちょっとこの下の、 ブロックの方に行きますけども、えー、こちらね、一番下のブロック、あの、効果のところなんですけど、原則ね、その、表依者の一生じゃ無効になるって話になってくんだよね。えー、ただ、えー、善意の第三者が出てきてしまった場合は、その人をね、あの、取引の安全保護する必要性が出てきますから、で、それで、この例外っていうところで、えー、このねで、善意の第三者に対しては、まあ、無効がね、えー、こう対抗できないよっていう形になってますね。これも全てあの、利益考慮の結果ね、利益考慮の結果をこう、理論構成、法律構成したものになりますね。もしこれ、これ今、 条文がこういうのあるけどね。仮に条文がなかったとしたら、受験生自分で利益考慮の発想からこれを規範としてね。 え、出さないといけないわけなんだよね。でも今それをやらないで済むんですよ。これ条文がありますから。でも実際予備試験でも司法試験でも、やっぱこう論文試験全般的に見てるとね、常に条文があるところではないですね。あの、条文がある時ももちろん結構出てますけど、出題されますけど、条文がないところも結構出ますので、で、なってくるとね、やっぱその利益考慮なんですよね。対立利益適正に調整するって観点から必要な規範を立てていくって話ね。で、規範立てるって適当じゃダメで、やっぱ基本知識が元になりますから、ね、基本知識を元にしない適当な思考って、 これはそこら辺の通りすがりの指導の方でもできるんですよ。あの、なんかでき論ってことで価値判断だけは持つことは誰でもできますからね。だけど、あの、それだとやっぱり、あの、法律の文章としては、やっぱりこうね、評価されませんので、えー、法律的な文章をちゃんとあの、書くためにこうやって基本知識を今学んでもらってますね。さて、えー、で、今度ですね、12ページ。 のところですが、えー、94条2項の第三者の意義というのを確認していきましょうか。まあ、虚偽表示って、これ原則、まあ、無効になるんですけど、まあ、94条2項のね、善意の第三者保護されるわけですよね。で、その第三者なんですが、えー、括弧にあの矢印のとこです。94条2項の第三者とは、で、これまださっきと同じ発想。まず、第三者っていうと、一般的な定義はね、当事者及び放火証券以外のものなんですよ。これはもう民法、商法、もう全ての法律で一緒です。ただ、えー、そのね、限定をかけていきますね、えー。で、そういう点で、その後の限定の の定義が虚偽表示により形成された外観を前提にしてね、まあ、新たに法律上の利害関係に入ったものみたいなところね。この限定のかけ方は基本書によって表現はぶレてます。ので、まあ、一応こう一般的な、あの、ここ。 話する、話してるつもりで聞いてもらえればと思うんですけど、まあ、とにかく何らかの形で、まあ、限定をかけるのが、あの、まあ、どの見解でもね、えー、共通してるんですよね。この表現はね、多少は本によってあのバラバラですけどね、えー、まあ、そういう感じになってます。まあ、保護に値する第三者っていうのはの考えてますね。で、この意のところですけど、この善意の意義ですね。94条2項の善意とは、第三者が虚偽の一生児を前提に利害関係に入った時点で、えー、その一生児が虚偽表示であることを知らなかったことを言います。これもあの、さっきと同じね、心理融合のあの、 者保護規定の善意と一緒で、知らなかったこととというここになりますねでこれちょっと雑談がてら、そのうち話出てくるんですけど、通常善意って言いますとですね、これで単に知らなかったっていうことを意味するときもあればですね、他の例えば条文なんかをこう考えていくとですね、信じていたっていうことまで要求するところが出てくるんですよね。で、これどっちがその標準なのかっていうと、実はね、信じていた。要は本来なんかその実体的な 一生児とか権利関係もないのにさ、それがあるかのようにこう扱われるっていうのはかなり例外的な制度なんで、そういった例外的な効果を受けるに値するだけの善意っていうのは何なのかって考えたときに、それって言えば信じたって言葉で利益考慮上要求するべきだって話になってくるんですよね。ところが、今言った心理留保ですとか、まあ虚偽表示っていうのは、表依者が、まあ結局ほら、その気が、例えば心理留保だとその気がないってことを分かっていながら、まあ一生児してますよね。そういう人とその第三者との利益考慮をしたときにさ、第三者の保護要件ってあんまり過重してはいけないんじゃないかって発想出てくるわけですよ。 そして虚偽表示なんかもうね、消費者とその相手方がこれ両方とも、その、その気がないってことは、あの、分かってるわけですから、まあそういう点ではね、かなりこう保護をする必要性がないような、あの、状況になってるんですよね。で、そういう時に、まあ一応条文上その善意の第三者が保護されるって話になってるんですけど、その善意の意味を標準通りに、その、信じたっていうところまでね、要求してしまうと、それ重すぎるんじゃないかって話になってきて、それで単に知らなかったっていうね、条文には書いてないような解釈が、実は、あの、されてますね。信じたってことまで要求するのは典型的な権利外観法理でありますね。 110条の表現でありね。あれはもう信じたっていうところまで、だから標準なんですよ。110条の表現でありの正当な理由ね。あれ全員無解説だっていうね、あのが解釈されてるって話は後でお話ししますけど、あれは信じたまで要求します。そしてそれが標準なんですよね。ということで、まあこういう話またしますから、後でね。<laughs> じゃとりあえずまあこれぐらいにしておきましょうか。えー、では、次です。えー、っとね、ちょっと無解説の用意っていうのを簡単に触れていきましょうか。利益考慮するなんかちょっと発想を身につけてほしいんだよね。それが真の応用力になるからね。 なんか暗記してもしょうがないからね。あの、大用力聞かないから。そこでちょっと昔の用意してるところなんですけど、94条2項は権利外観法理の現れとよく言われます。そして権利外観法理3つの要素があるんですけど、1行目、本人の奇跡性のもとで作出された。で、2行目、虚偽の外観に対する信頼が正当と言える時ってことで、あの、ポイントはね、この奇跡性っていうのと外観と信頼ですね。 この3点が、権利外観法理の、えー、その要素になりますね。えーま、まあ、後でね、94条2項の類推定局のところでもっとここ明確に書いてありますからね。まあ、とりあえず今ちょっとこう、聞き流してもらえればと思うんですけど、まあ、そういうことで、1行目の終わりから2行目。まあ、本人の奇跡性のもとで作成された虚偽の外観に対する信頼が正当と言えるときにですね、えー、外観を信頼したものをまあ保護する法理ですと。で、外観に対する信頼が正当と言えるためには、通常はですね、前かつ無価質が、まあ、要求されます。これ、110条の表現であり典型的です。典型的です。あと、その善意の意味もね、あの、<laughs> 後で110条のところでどうせやりますけど、 あの、単に知らなかったっていうんじゃなくて、あの、信じたっていうところね。まあ、それが実は、あの、標準なんですよね。で、そういう中で、えー、このしかしの後、えー、4行目かな ?4 行目のしかしの後ですけど、まあ、虚偽の、えー、虚偽表示の場合は、真の権利者は意図的に外観作出通り、えー、作出しておりね、真の権利者の外観作出の奇跡性が、これ特に大きいんだってことで、真の権利者の利益と第三者の取引の安全との、で、この利益考慮上っていうところ、もしよかったら、いぬ、 っておいてもらえますか蛍光ペン等で。あれ、ま、まるで単に囲ってくれても構いません。えー、利益交流場ってところね。 えー、6行目の終わりのところになりますね。で、その後ね、次の行動の繊維であるところですけど、外観を信頼した第三者の保護要件として、無過失まで要求するのは妥当ではないってことね。だからこの善意の第三者っていうのはね、この保護要件としてはもう原則通り条文通りも善意であれば足り、まあ、無過失は不要だって形であの考えていきますね。相手方のだから保護要件どうするかっていうのはも、すべてね、対立利益の調整の観点、まあ利益考慮の結果から、こう解釈でこうしていく、解釈で決めていくっていうことにもなってきますねで。ここのところがちゃんと理解できていくと、後で94 日本2個の類推適用するときに、単にその第三者の保護要件が善意であれば足りる、あの事例とですね、えー、その善意だけでは足りずに、その昔まであの要求される事例っていうところがまあ出てくるんですけども、そこのところがちゃんと自分で理解できるようになりますね。そしてその自分でそこが理解できるようになるとどんなメリットがあるかというと、本に書いていない事例が、まあ本番の試験でこう出されたとしてもですね、ちゃんと自分で判断できるんですよ。あ、これ善意で足りるなとか、あ、これ昔までいるなとかね。でそういうのが真の応,用の応用能力になるんですよね。そういう力をね、どんどん身につけるってことが、あの、大事だと思いますね。司法試験の 試験でもね、さて、えー、では、えー、この次の、えー、ページに飛んじゃいましょう。13ページに行きます。で13ページのカッコ3、えー、94条2項の類推適用の話をしていきますね。まあ、通報虚偽不時がない場合の処理の仕方になります。で、矢印の例えばってとこですけども、例えば、えー、A がね、 あ、ABC って3人出てきますから、A が真の権利者で、B がその競技表示の場その相手方みたいなものでねで、C が第三者みたいなイメージなんですけど、例えば、A が事故の所有地を強制思考逃れのために息子 B に無断で B 名義に所有権移転登記をしたところね、でこれ無断で登記移転してるんで、通報競技表示がないんですよね、AB 間で。通報競技表示がないんで、94条の、えー、この直接適用ができる事案ではないんですよ。で、この2行目のとこですけど、B がね、これをいいことに、まあ、よくね、本なんかだと、これを期課としてみたいな感じで、ちょっと、今の現代、現代では使ってないような言葉がよく本に書かれてますけど、 <laughs> B はこれをいいことに、まあ、これを機化として、えー、A から。 え、B に所有権移転されたとの外観を信頼した第三者 C に A の所有値を売った場合のようにね、まあ、真の権利者、あの、関与により作成された虚偽の外観を信頼して利害関係に入った第三者がいてもね、まあ、真の権利者が相手方と通報して虚偽の意思表示をしてない事例では、はい、ここ、そじのところ、9助のにこう直接適用して、その第三者の方が図れないって話になってくんだよね。やっぱあくまでもその虚偽表示があったことがあの前提になってますからね。だけど、これなんかおかしいなって話なんだよね。これ A がやっぱりこうなんか勝手に統計移転したところから、 その C の信頼っていうのが生じていますのでね。まあ、そこのところでもう一切 C が保護されないっていうのはおかしいので、で、もっと未来で修正をしていきます。つまり妥当な結論っていうのを探っていくわけだよね。妥当な結論っていうのはやっぱりこの結局 C が全員だったら保護してやんなければいけないんじゃないかって話になってくるわけだよね。で、そのためのまあ理論構成を考えていきましょうって話になりますね。